ダイネティクスマイナス61グレムリン飛行中の X マイナス61アンペアダイネティクスマイナス61グレムリンはダイネティクスによって設計された実験的な無人航空機 X マイナス61は国防高等研究計画局グレムリンプログラムに橋を発しデジタル飛行制御とナビゲーションシステムを備えた回収可能で低コストの UAV を実証した そのミッションに続いて改造された輸送機によって空中回収されるように設計されている。ダイネティクスは2016年にプログラムのフェーズ I 契約を獲得した4社のうちの1社であり、2018年4月にフェーズ3契約を獲得した。X-61A はウィリアムズ F107 ターボファンエンジンを搭載しており、電子工学センサー、赤外線イメージャー、 電子戦、システム、武器など様々なペイロードを搭載できる。これは既存の打ち上げ及び地上支援装置と互換性があるように設計された。UAV は半自立型であり、5機または地上のコントローラーが一度に最大8台の X-61A を制御できるようにする。2020年1月の時点で5機の X-61 アンペア・グレムリンが製造されている。2019年7月5日、海軍航空兵機基地チャイナレーク付近の地震により、最初の X-61A のテスト機器の一部が損傷し、プログラムが遅れた。2019年11月に、ロッキード c 1 3 0エヘラクレースー機に搭載された X-61A の最初の高速飛行試験を行った。 X-61A の最初の動力飛行は2020年1月17日に行われた。飛行は成功したが、回収中にメインパラシュートが展開できず機体が失われた。残りの4機の機体はまだ稼働している。2020年8月、同社は2回目のテスト飛行を完了したことを発表した。今回はパラシュートによる航空機の回収に成功した。 飛行は2時間以上続き、C-135 キとのランデブート、変態飛行が含まれていた。ABCDE-X-61A グレムリンズエアービヒクル、ユナイテッドステーツオブアメリカ、エアホーステクノロジー、2020年6月20日閲覧。ABC リーム、ギャレット、チャイナレイクアースクエイクダメージディレイズ、グレムリンズ UAV でも、 フライトグローバル、2020年6月20日閲覧。ダーパー S グレムリンズプログラムアコンプリッシュズ、ファーストフライト。エアーフォースマガジン、2020年6月20日閲覧。リーム、ギャレット、ディネティクス X-61、A グレムリンズメイクスファーストフライト、バットデストロイドアフターパラシュートフェールズ。フライトグローバル、2020年6月20日閲覧。 グレムリンズプログラムコンプレックスファーストフライトテスト 4X-61A ビヒクル。www.darpa.mil.2020 年6月20日閲覧。セカンドサクセスフルフライトオブ X-61A グレムリンエアービヒクル 4Darpa ーーー S スフォーミングプログラム。ザ・アビエーショニスト2020年8月30日閲覧。ありがとうございます。